一つのフォアボール、なんかね、はい、今日はこのマキアダム長打のフォアボールでおかしくなった、はい、この岡田も先日のいいピッチングからすると想像できないほどね、状態が悪いって言いますかね、はい、なんかこう圧倒されてますよ ね、 その大きな原因はこの尾形のフォアボールですよね、はい、あれで自分を追い込んでしまいましたね、はい、今日はカープの得点というのはやっぱりこのフォアボールが絡んでいます。なおもノーアウト二塁でバッターボックスは前田、今日はここまでレフトフライセンターフライとヒットがありません。これはバックネットを越えます。西田さん、はい、またもう一人続いてほしいというバッターが出てきました。そうですね、ジャイアンツサイドとしてはね、まあ、なんとか岡田に踏ん張ってほしい。そうですね、まあ、前田、江藤、はい、ね、その部分をカープファンとしては見てみたいもんですよね。ただこれね、はい、今日のこの今のね、はい、3回の攻撃、この5回の攻撃見ながら、はい、明日の先発ピッチャーは嫌な感じしてますよ。そうでしょうね、やはりそのカープ打線火がついてしまうと止まらないと、ね、オープン戦の時には長嶋監督はね、カープ打線のことを恐竜打線というふうに、ね、言い間違えてるというのが一回ありましたけど。内野は元の位置に戻っています。さあ岡田ストライクが入りません。前田にワンスリー、岡田の投入が全く裏目という形になってしまいました。長嶋監督、先発の牧原が1回2回は非常に調子がよく三者凡退でスタートしたんですが、3回には野村に同点の2点タイムリー、さらにロペスの2点、結局勝ち越しになりますツーランホームラン。そしてこの5回にもヒットを打たれまして牧原は交代しました。まずは江藤がホームイン、そして前田が今ホームイン、これでこの回一挙に5点、合計9対2になりました。打った瞬間にホームランと分かる素晴らしい打球でした。ライナーの打球でした、まあね、はい、非常にねこのバットのね、はい、どうですかね、グリップ握ってですね、はい、タイミングをねゆったり取ってましたよ。バットでこうね、はい、ね、何かこう打ちそうだなという予感がありました。獲物を狙うような前田らしい、はい、ホームランですね今の、はい、まあ、こうして見ますと絹笠さん、ずいぶん高めの球でしたがね。そうですね、もうボール、岡田のボールそのものにも力がないですね、はい、今日は、はい、もう全てのボールが高い、はい、ちょっと投げてるボールに魂がないかなって感じですね。放送席道森さん、はい、ホームランの前田選手に来ていただきました、はい、ナイスホームランでした、今シーズン第1号。どうも。いや、しかし打った瞬間そのもう感触あったんじゃないですか。いや、もう右打ちするつもりだったですからね、ランナー進めようだけで。ゴロを打ちたかったんですけどね。まあ良かったですね、ボールだったですけど。しかし狙いすましたようなホームランじゃなかったかと思うんですが、うん、まあ今ね本当迷いばっかりでね、本当こうどういうんですか、思い切りっていうかね、うん、そういうのがなかなかねなかったもんですから、まあ、そういった意味ではきっかけになればいいかなと思ってます。まさにそのいいきっかけにしてください。おめでとうございました。ありがとうございました。前田選手に伺いました。一塁側 R2C の橋本裕之アナウンサーが前田選手にインタビューしてくれました。さあ西田さん、今のインタビュー聞かれていかがでした、はい、そうですね、その通りでしょ、ホッとしたんでしょ、はい、前田もだからどうしてもですねヒット、はい、開幕してからヒット1本、そしてバッターがやっぱりホームランというのをね1本早くね、はい、0を1にしたいもんですからね。なるほど、まあ悩んでるふりしてるんじゃないですか前田は。ふりさあしかしこの回はカープにとりましたビッグイニングになりました。牧原をスイッチさせて岡田を投入した長嶋監督なんですが、全くそのカープの流れを止めることができません。ちょっと決定的とも言えるこの5回の裏の5点という数字です。昨日は7対4、終盤にガルベスが2点失いまして完投を逃したんですが、ジャイアンツが5割に戻したというゲームだったんですが、今日はまた再び逆に広島カープ9対2ということで大量7点リード。
ランナーなくなって金本のカウントは 2-3、 投球次が7球目です。これも大きな打球だ。センターが下がる、松井が下がる、しかしこちら向いています。さあどうだ、松井が抑えました。ようやくワンアウト。これも大きな打球でした。今日は風が全くありません、広島市民球場。だから今の打球見てね、はい、あのテレビご覧になってる方がなぜピッチャーが低めに投げないか、はい、前田のボールと今の金本の打った、ねボールの高さが全く違うわけですよ ね、 ですね。結局高いボールは飛ぶから、はい、ピッチャーは低めに投げなきゃいけないっていうことなんですよね。なるほど、今のもいい当たりなんですよ、でも低いボールだから、はい、あそこで止まってしまうんですよね、まさにそういうのを2人のバッターが絵に描いたように見せてくれました。バッターは正田です。いやしかし木下さん、はい、ようやくこれでワンアウトなんですよね。まあ岡田にとってはちょっとこう、はい、マウンドは今辛いでしょうね。そうでしょうね。